どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、2017年8月9日でございます。本当はね、8日にこの動画というかね、8日に完了してる状態でしたが、まあ、9日の19時にどっちにしろ配信枠があったので、やっとこのタイミングという感じでございますが、ついに、マルベリのポイント、99万6925まで来ております。さあ、来ました。ついにこの瞬間が、レディゴー。ちょうどこの大魔神伝説級を、倒し終わると15回報酬とここの討伐報酬で100万ポイントを達成しそうでございます。一応動画上では最速になるのかな。もう結構な人がね、2日目のタイミング、1日目で行った人もいんのかな。100万ポイントを超えてる方がいてね。で、一応トップのポイントがだいたい今分かってる状態で、まあ約倍ぐらい離れてます、私とまあ1位を狙うことはね、ちょっとまあ動画の収録をしながらとか編集しながら自分の仕事しながらなんでね、なかなかできないんですけど、まあ今できる自分の最大限一応周回はしたかなという感じでございますが、まあここら辺ね、道中はちょっとカットしながらボス戦だけ、見ていって、最終的に100万ポイント達成の瞬間みんなで拝みましょう。さあ、やってまいりました。大魔神さん、綺麗に15回討伐、そして100万ポイント達成、やっていきたいと思います。連続呪文で綺麗に決まればいいですけど、あ、クラックさんの CD が溜まってね。暴走ないしは、お、いいね、暴走したよ。おー、ドローラも暴走していく。暴走大活躍。いいね。さあ、倒れかかるで麻痺を受けなければ、受けんなよ。よし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 。連続呪文を打ち終わった方が麻痺ってるので。暴走ないしは山彦。ならず。あ、でもクラックさん CD 溜まったね。一旦切る。綺麗に連続呪文のみで決めました。いや、倒れかかるで麻痺ったら危ういな。まひるな。一発入れば。まひりそうな予感。お、ナイス。お疲れ。テンションアップじゃ。ズシャン。さあ、この時が来た。ついにこの時が。討伐評価325%獲得して。てるるるるる。てん。999412。そして、じゃん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 。報酬ゲットし。来るぞ、来るぞ。さあ、その時が。ちょうどスタミナも使い切り、15回討伐、3500入り、100万ポイント達成。討伐報酬獲得、大魔王の兜、攻撃呪文のコツ弱、いいね。スキルゲージ 5% 減に、コーリブレスダメージ軽減弱か。そこまでって感じだね。まあでも、全然使えるかな。どうだろう。進化できないからな。まあ性能はそこそこっていう感じみたいでございますね。そうすると、お、来た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 。マルベルさんすごいです。すごすぎます。こんなにたくさんの討伐ポイントを獲得するなんて、本当に素晴らしいの。たくさんの軍団を倒した証。おんしらのことはそうじゃな。討伐王。討伐王の名をゲットした。高みへの挑戦。討伐王ランキングを紹介。出た。大決戦メニューをタッチするんじゃ。来ました。大決戦メニュー内に討伐王ランキングというボタンが追加。同じように討伐王となった冒険者たちがたくさんおると。討伐王ランキングっていうのが見れるようになると。で、ここでさらなる特別な報酬がゲットできるらしいですね。ここで獲得したポイントの他に自分の順位もわかるように。あ、そうなんだ。討伐王ランキング今上に出てるね。現在51位。いや、これはモチベーション上がるね、確かに。討伐ポイントとの切り替えができるようになると。んで、ちょっと見てみましょうか。上位ランキング。あー、マジか。我らが、福味蔵さんが1位やないか。まあ、これは聞いてたんでね。192万ポイント。92万ポイント差あるな。結構な差があるね。現在、マルベニのランキングが51位という感じでございますね。で、ランキング報酬一覧。来ました。大魔王兜の1位だった人は、これだね。攻撃呪文のコツ。あ、性能は同じで、金色なんだね。大魔王兜、金と、銀と、銅がもらえると。じゃあもう、金はほんと1位の人しか持ってないっていう。とんでもない証ってことですね。星ドラ始まって以来の初の1プレイヤーしか持てない限定装備。で、銀、銅が2位から10位以内。で、11位から100位以内だと一応銅はもらえるんだね。まあ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 。いやー、1位は無理でしょう、これ。まあ、だいたい倍ぐらい差がありますからね。現在190万ポイントですからね、1位が。なかなか大変でございます。これで一応、レイドの今回のみんなの大決戦の全容が明らかになったっていう感じでしょうか。いやー、でもこれはきついなー。1位は無理だろう、無理だと思いますけど。まあ、動画でね、最速でとりあえず100万ポイント乗って大魔王兜取ったよっていうところはできたかなと思います。まあ、1位はね、もう初日にね、もう、なんでしょうか。自分、私が40万ポイントぐらいの時に、トップの人90万ポイントだったんですよね。
で今現在1位の討伐王ランキング1位の方が60万ポイントぐらいだったのかな。だから私も初日でいやもう倍以上トップと離れてんだ無理だろうみたいに諦めなければワンチャン上位に組み込めてたのかもしれないねだからとその当時今トップの人が私が40万ポイントの時に60万ポイントぐらいだったんだけど今 100万ポイントで190万ポイントで90万ポイントぐらい離されてるからあそこで気合い入れないでサボったツケが回った感じですね。で、見た目来ましたよ。頭大魔王兜どこや来ました。大魔王の兜もう顔見えねえやん。顔が見えない。面とこもう正面から見たら隠れる感じなんだね。この見た目に合わせる感じどんな感じだろうね。まあ普通に考えると魔剣士、あ魔剣士めっちゃ合うやん。ほう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 。いやーどうだろう。まあ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 すごい悪べり感は出てますね。すげえ悪そうだな。でもちょっと光沢感が違うね。まああと黒系で言うとね一番発想しやすいのはやっぱり刀陣。あー刀陣が合うかな。いやどうだろう。いやーちょっと刀陣もちょっと色味ちょっと違うね。これだったら魔剣士の方がいいかな。なんか海賊感もあるしね。それかあと常闇だね。どうでしょう常闇。あー常闇はちょっとまたこれも質感がちょっと違うがね。これだとやっぱ魔剣士だな合いそうなのは。あー魔剣士だな。ちなみにちょっと武器剣とかにするとどうなる。まああえてこういう感じにするのは悪くないか。いやちょっとちょっとやりすぎ感はあるか。ちょっとやり威風堂々すぎて二王立ちですね完全で。ちょっとやりすぎ感あるね。まあまあでも魔剣士かな。まあむずいっすけどこんな感じでございますということで今回はマルベリ討伐王になるということで、これでまあ一応レイドのね全貌というか、まあ一応動画ではねなんかランキングどうこうとかって言い出すとねちょっとアーダコーダーなりそうだったんで、まあ最後の最後ね、まあ実際にできたところまで控えとこうかなと思いましたが、まあ今回はなんとか無事輪内大決戦100万ポイント到達し見事討伐王になれましたが、もうランキング下がってってるわあっという間でございます。まあ引き続きねゾーマは現在の時刻19時に動画アップになりますが、まだね溜まってないんで今日のゾーマはもう少し後になりそうかなと。まだアイテム出てきてないんだよね。ラストのアイテムがまだ出てきてないので、まあもう少しゆっくりできるかなっていう感じでございますね。もうこれゾーマ来たらもうやらなきゃみたいな感じでさ、なんか使命感に煽られて大変だっていうまあなんでしょう、今回は攻略動画でも何でもなくてね、とりあえずこういう今回のみんなの大決戦の機能もありましたよというところで、まあ最後紋章ですか。紋章がどうなったんかな。あまだやっぱ手に入ってない紋章があるんだよね、ナンバー6。これがだからまだ追加があるってことですよ。最後の最後なんかボス追加があって体上と体下の紋章がなんか一つ増えるということはあるんじゃないかな。私が取れてないだけなのかな。ちょっとこれ定かじゃないんですけど、まあ、紋章がもう一種類増えたら最終的に全紋章で紋章おすすめ動画みたいなのもねお伝えしてしようかなと思っておりますので、そちらもご期待ください。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。